というわけでね、今日は朝からね、ボビーさんまでヨッシーさんたちと、一緒にツーリングさせていただきました。岩下のね、新生姜のミュージアムか、寄ってでボビーまで来てね、バーガーをいただいて、皆さんはね、これから5時間伊豆に向けて、お帰りになりました。で、私はこれからちょっと塩原上がってね、もみじライン紅葉を撮って帰りたいと思います。はい、塩原に上がるところでも結構な紅葉ですね。おお、もみじが負け気だ。おお、コスモがすげえ。ね、みんなもう帰りですか、帰り込むから気をつけてねってね自分はどうなんだって。この辺はまだまだ緑が濃いね。まあでも紅葉している木々もありますよっと。いいね。おお、こっちの山もいい感じになってるよ。ちょっと逆光で、あれか、見えないか、こんな感じ。おお、いいね。緑と赤とその中間と、いいグラデーションだ。このぐらいが一番いいね。あの、完全にオレンジになるよりグラデーションがあって素敵だ。いいね。大木川結構水量あるね。今回はね、釣りなしで来たんで、そのまま紅葉をね、見ながらツーリングしていきます。いやー、これは素敵だわ。いいね、グラデーションのトンネル。気持ちいい。はい、ここから日園もみじライン。まあもみじ、いい感じになってると思いますよ。いやー、いいね。いやー、いい色だ。こっちの赤もいいけど、こっちのやっぱグラデーションがいいな。いいね。で今回はね、フルフェイスにつけてるんで、ちょっと目線がっていうか、まあ、カメラがね低い位置なんで、ガードレールの向こうはちょっと映らないかもね。奥塩原高原ホテル、ホテルの周りは整備されてて、やっぱ綺麗だね。まあ、ゲートくぐりまして、いよいよもみじラインですと。いいね。このもみじラインもね、途中で特別観光するとこはないんで、ずっとバスの後ろ眠くなるペースだよ。まあ景色を見て目を覚まそう。いいね、もみじ。ほい、ススキも出てきた。いいね。はっと目を見開いて、眠気予防疲れたよ、もう。いやー、素敵だね。よいしょ、バスが通った。あ、気持ちよく走れるかな。いやー、いいね、いい紅葉だ、素晴らしい。こっち葉っぱ落ちてきちゃってるで、ね、でもまだまだいけるね。
いいよ、おいおちゃん、いいねまたいいでしか言わない元ブログになっちまうかい。いいね、おお、ナイス紅葉。いやー、いいわいいわ、いいやいいや、いいよいいよってタカさんかよいしょ、おっと濡れてる、注意注意、雨降ったっけ昨日、一昨日降ったよな確か、ん昨日か、昨日の朝か降ってたの、あれ一昨日の夜だっけ、昨日の夜、一昨日の夜か、あれ忘れちゃった、あ、一昨日の夜だな、うん、あの人だな、あ、白滝、橋の上からは見えないんだよね、いやー見事ですね、真っ赤っ赤、うん、うん、この辺もまだグラデーションとこもあるし、まだまだ見頃は続くで、多分おいいね、紅葉だ、素晴らしい、ちょっと車が詰まってきたんで気持ちいいのは終わりかなおう、うん、赤いね、ダブル X だよ、懐かしいなーって、うん、後期型、おお、いいねこのグラデーション、やっぱいいなー、うん、黄色に緑、たまに赤、よいしょーよいしょっと、ああ、うん、いいね、はい、この辺はもうすっかり緑が多くなって、もみじラインももう終わりですね、今日は一日で、ね、一日まだ3時だけどな、まあ、帰り道は、まあ、4号で帰っちゃうかな、うん、まあ明日夜勤だからそんな急いで帰る必要ないんだけどね、まあ、ビデオの方はこれで終わりにしときましょう。